今日はゴンドラの歌というのを弾きます。で、ゴンドラの歌ってわかんなくても、命短しっていうのを聞くとお分かりになると思いますが、これはもともと大正4年の歌で、芸術座公演のツルゲーネフ原作、その前夜っていうので劇中歌として歌われたということです。その歌だけが非常にヒットしまして、まあ中山新平さんの代表曲の一つでもありますね。で、これを私は昨日宝塚で聞いたんですね。で、今花組公演というので、というか今日が千秋楽なんですけども、ハイカラさんが通るという少女漫画の大人気のものを上演してまして、まあその主人公のベニオちゃんが生きてた時代が、まあ大正時代ですね。関東大震災なんかのことがちょっとエピソードが入ってくるのでね。まあ自立した女性を目指すベニオが主役なんです。で、最初まあその彼女は女学生で、矢羽の着物を着て、袴を履いて、頭に大きなリボンをつけて、まあ自転車でガーッとこうね、通学していると。いうことです。で、それがきっかけで卒業式に袴履いたりするようになったということなので、すごい影響力があったんですね。ということで、まあ、そこで、まあ、その、女学生たちがね、まあ、振り袖着て袴着て歌ってる歌であり、またそのドラマにうまく使われていました、その芝居にうまく使われていた、このゴンドラの歌が非常に印象に残りまして、弾いてみたいと。そしてやはり少しでも、なんていうんですかね、やっぱり着物を着て、ちょっとベニオちゃんに習って、これ一応大きな矢羽なんですね。まあ、それで弾いてみたいと思って着物を着ております。6本にしてますね。で、調子は本調子です。で、ちょっとだけアレンジ、まあ、アレンジもしてるんですけども、楽譜では緑色で書いてるのがアレンジです。はい。では弾きます。一回簡単なアレンジで弾いて、さらにもうちょっとアレンジしたのを弾きます。ゴンドラに揺られてるようなゆったりした感じで弾きます。いい曲ですね。本当に昨日もいい舞台でした。まあ、いい舞台を見ると、まあ、こんな着物を着たり、弾いてみたりしたくなりますね。はい、以上です。